やばいぜおい、 IQ が下がっていってる感じだね。最高、生まれるよ。すする TV、 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、王道屋系統の中でも王道していると評判のお店こちらです。ドン、 JR 浜野駅から徒歩10分くらいのところにあります家系ラーメン王道石井さんにお邪魔してます。こちら王道石井さんは2017年オープンで、店主の石井さんは過去に自らの手でいくつかラーメン店をオープンさせたんですけども、いずれも閉店させてしまい、しかしそこからでも諦めることなく清水さんの下で2年ほど王道屋さんで修行し、そして満を持して自らのお店をオープンさせたという苦労人ですね。今ではね、王道屋系統の中でもクオリティの高い一杯を提供すると評判で、非常にねファンも多いお店となっております。朝の8時からぶっ通しで営業するというスタイルもね非常に魅力的ということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。おはようございます。本日はねまた千葉県に来てるんですけど、やっぱ千葉の家系は熱いということで、本日行くお店が王道屋直系のね王道石井さんですね。前からね結構来たいなと思ってたんですけど、結構ねあの公共交通機関でなかなか来づらい場所になって、ちょっと車を出してくださる方がいらっしゃったんで、ようやく来れたという感じですね。場所で言ったら、あの前動画でもちょっと出させてもらった暴走屋さんの近くになりますね。最近結構忙しめでね、顔が疲れてるんですよ。マジで本当に申し訳ないです。なんかコメントでも結構すずくん熊がやばいみたいなとか、顔色が悪いとかね、めっちゃ言って、いやちょっとマジで申し訳ない、これはもう本当僕の体調管理の問題なんで申し訳ないなと思いつつ、ちょっとがっつり家系を進めてね体力を回復していきたいと思います。王道石井さんね、結構王道屋グループの中でもなかなか独立が早い方だったんで、もう完全に結構ね地域に根付いた人気の家系ラーメン店になってて、結構ね朝も早くからして、もう結構ね席も埋まってるからめちゃくちゃ人気の店なんで、ね、いや食べるの楽しみだな、めちゃくちゃ。まあ、王道屋さんとはねいろ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 あるんですけど、あのグループ店の店長さんが結構いい方多くて、まあそういうとなんか、ね、清水さんがあるみたいになるけど、別にそういうわけじゃなくて、そういうわけじゃないですけど、やっぱちょっといろいろあったんでね本当に、まあ、今回の石井さんもちょっとしっかりアポ取らせていただいて、これから食べに行くのめっちゃ楽しみですね。はい、おー来たぞー、王道石井。到着しました、王道石井さんですね。すでにお店の外からちょっとこう家系臭というか豚骨の香りバンバン漂ってます。めっちゃ腹減ってきて、早速吸いましょう。レッツゴー。さあ家系ラーメン王道石井さん、食券制です。今回は2種類のチャーシューが合盛りで乗るというラブリーな合盛りチャーシュー麺に、国産生ほうれん草トッピング、そして最近すするがハマっている卵まぶしもがっつりプッシュしました。あれ、こんなところに清水さんがいらっしゃいますね。本日はよろしくお願いします。最初に店頭のね自販機の飲み物の持ち込みジュース、いただきます。お好みは全て普通でお願いして、広々とした厨房を覗いてみると、店主の石井さんによるよどみのない動きでラーメンが調理されていまーす。がっつり店だけの王道スープからは豚骨の芳醇な香りが漂っており、これは力強い一杯が期待できそう。この日は朝早めに伺いましたが、それでもお客さんは常に 7,8 割ほど埋まっており、さすがの人気の高さとなっていますね。そんなお客さんのほぼ全員がライスを注文しているのを見て、こりゃ期待値も爆上がりだぞと思いながら、ラーメンの到着を楽しみに待ってるだ。やばいぜおい。こちらが家系ラーメン王道石井さんの合盛りチャーシュー麺、各種トッピング、卵まぶしです。うほーい、なみなみと溢れんばかりのパーフェクトな色をした家系スープに、厚切り肩ロース、薄切り桃の2種類のチャーシューのボリューム感も半端ない、インパクト抜群のビジュアル。卵まぶしも装備し、王道を行く準備は万端だぞということで、早速いただきます。まずは完璧な色をしたスープから一口すくって飲んでみると、ドキャン、一口目から脳を揺さぶられるような分厚い飲み応えの家系スープは、まろやかなチー油の甘みがぐんときたかと思えば、その後ろからギンギンの醤油感が追ってきて、さらにベースの鶏、豚骨などの動物系もがっちり効いた序盤、中盤、終盤、隙のない構成の激うまスープ。ごたくはいらねえ、とにかくこのスープを一口飲めばわかる旨味の塊でぶん殴られるような衝撃がここにありといった、パンチ力抜群のスーパーストロングスープ。うめえうめえぞ石井。朝一からバッチリ決まったスープに意識が飛びそうになるのをどうにか抑えつつ、お次は麺をリフトアップして、よっしゃそうぞムチン。王道屋特製の短めな中太麺はもちもちとした弾力のある食感と力強いコシが非常にナイスで、パンチのあるスープとも絡みまっくりして、店主さんのジャストな茹で加減による麺コンディションの良さも光り輝いており、店内 BGM で平井堅のポップスターが流れてるのも相まって、ガンガンに気分が上がってドリップしちゃいますね。充実のトッピング類も早速食らっていくぞということで、まずは合盛りの片割れ肩ロースの煮豚チャーシューから食らってみると、肉質しっかり
っかりとした食べ応えのある食感に味しみも非常によし。スープと合わせてガツガツ食らっていきながら、ついついライスにも手が伸びてしまいます。お次は燻製の桃チャーシューを口いっぱいに頬張ると、こちらは打って変わってしっとりとシルキーな食感でありつつ、肉の旨味もあふれ、燻製の風味まで食欲をそそる秀逸な美味しさ。国産の生ほうれん草トッピングしたの、生ほうれん草がうまいんだよな。ハイクオリティなチャーシューたちに舌鼓を打ちつつ、トッピングした国産の生ほうれん草も食らってみれば、みずみずしいフレッシュな風味が家系ラーメンにぴったりで、スープをまとわせていくらでもジュルンと食らいそうな美味しさ。チャーシューの旨味を口内に含みながら食らうまぶし丼もいいよね、ということで、スープ、麺、トッピングの全てが高品質な完成度の高さに箸を進める手が止まりません。しっかり海苔浸してね、たまこまぶしと海苔がまた合うんですよ。家系スープを浸した海苔と卵まぶしを合わせて食らえば、マイルドな卵と力強いスープ、そして海苔の磯感まで見事に調和し、ライスとの相性は言わずもがな最高。王道や系統でのまぶし丼の食べ方としては、まずはまぶしがかかった部分を贅沢に食らい、その後残ったご飯部分は豊富な卓上調味料で大胆にカスタムしていただくのがスースルスタイル。ということで、まずはニンニク醤油漬けをがっつりとライスにのせ、その上から刻み生姜とマヨネーズをごってりと施せば、卵まぶしカスタムの完成。卵まぶしにとって、ね、まずね、上の卵まぶしの部分を贅沢に食べて、この残った白飯の部分でこのね、ニンニク生姜レシピを作るという、ほんと癒やしい食べ方が欲しいんだけど、これ最高だな、超うまいから。序盤の卵まぶしの優しい味わいから一気にグレて反抗期が訪れたのかと思わせるほどジャンキーで刺激的な味わいがたまらなく、スープで浸した海苔で巻いて食らえばたまらず昇天。これを食べるたびに本当 IQ が下がっていってる感じがね、最高。うまい。やっぱりニンニク醤油漬け&刻み生姜&マヨ丼の破壊力はパネッスと泣き出してしまいたくなるほどに、無限に米をかき込める中毒性抜群の美味しさとなってます。でも、ね、崩れ出したもね、結構ツイッターとかでサービスされてるんですけど、こういうサービスあるのめっちゃありがたいよ。最後は X のフォロワーサービスでいただいた崩れ味玉を食らって、超濃厚だけどしつこすぎることもなく、意外と肝炎もできちゃうんじゃないかってくらいのスープをごくごく飲めば大満足で完食です。大変美味しくすれました。パンチ力抜群でありながら万人に愛される美味しさの完成度の高い一杯でした。それではごそれおはようございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ちょっと石井さんのバックヤードというか、すいません、はい、こんなところでお邪魔して、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっといろいろお話して、サイトがお伺いさせていただきまして、はい、いや、めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。というわけで、改めて、自己紹介ちょっとお願いしますか。王道屋出身の、はい、王道石井の石井です。ありがとうございます。よろしくお願いします。前から来たいなと思ってたんですけど、はい、だいぶ来るの遅くなっちゃって、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあ、石井さん王道屋さん出身ということで、そうです。なんですけど、ラーメン自体はもちろんキレもあるんですけど、結構まろやかさもあって、なんかバランス型でめっちゃうまいみたいな。あ、結構なんか自分でこういうラーメンしたみたいなあったんですか。そうですね、家族連れのお客様が多いので、まあ、なおかつ職人さんの地域でもあるので、まあ、パンチもありながら食べやすさも重視しながらっていう、まあ、バランス型にしてるところはあります。なるほど、はい、もうある意味ちょっとこう家系界のなんか両党というか、あ、本当ちょっと大谷翔平みたいな感じ。あ、はい、ありがとうございます。すいません、ちょっとめっちゃ無難な例えたいや、マジで申し訳ない。すいません。以上、大戸屋さん出身ということで、まあ、清水さんの元でこう修行されてきたっていう。何年ぐらい修行されてたんですか。いや、修行は2年ぐらいですね。あ、そうなんですか、はい、2年もがっつり清水さんの元で働いて。そうですね。で、今でも清水さんとこう話したりすることもありますよね。もちろん、何か相談だったりとか、うん、修行生の受け入れだったりとかは、清水社長の了解を得ながら、またなおかつ修行生が来た時には一度社長にも会ってもらいながら、採用を決めさせていただいてます。だから、でもかなりこう、まあ、義理をしっかりこう通してというか。もちろん、はい、清水さん側の方ということで。ノーコメントです。いや、別に僕もそんなないんで、はい、ノーコメントじゃなかったです。清水さん側です。それはっきりしてもらえます。はっきりしてもらえます。違った、間違えました。
もちろんです。まあまあネット上ではいろいろこうあったんですけど、まあ、ラーメン自体おしりさんが作るラーメン自体めちゃくちゃ好きなんで、はい、本当に、はい、チャーシューとかめっちゃ分厚いですよね、煮豚。そうですね、煮豚今、まあ、値上がりの中でも、まあ、なんとか厚めに食べていただきたいなというところで、うん、厚めには切ってますけど、うん、まあ、お客様の負担もちょっとずつ増えてきてるので、うん、何かお返しできるところがあればなというところで、うん、なるほどなるほど、ちょっと試行錯誤しております。そうですね、あの橋のところをこう小町ありして提供していただいて、あと崩れ足玉もあれあのツイッターでサービスとかされてるじゃないですか。そうですね、ああいうサービスもなんかすごくこうなんかホスピタリティ高いなというか。そうですね、本当にたまにですけど、うん、やらさせていただいてます。いやめちゃくちゃで通うお客さんからしたらやっぱありがたいじゃないですか。正直味玉ってさ形崩れても、はい、味自体はもうめっちゃ美味しかった。そうですね、味はもう変わらないとは思ってますけど、はい、うん、いや本当にこういったサービスもあるっていうのはすごい、なんかあのよく来てくださるお客さんのことをすごい考えられてやってるんだなっていうのがすごい伝わってきて、いや美味しかったです本当に。ありがとうございます。いやありがとうございます、忙しいことすいません。いえいえ、どうもです。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。いやー、王道石井さん行ってきたんですけれども、めっちゃうまかったですね。午前中でね、11時前ぐらいに伺ったんですけれども、まあ、僕が食べ終わる頃にはね、結構もうお客さんもバンバン入ってきて、やっぱね、お昼時にあの石井さんのバチッとこうパンチのある家系スープを求めて、まあ、たくさんのねお客さんがこう家系をかき込んでる姿も見れて、さらにちょっと食欲刺激されるみたいなとこあったな。で今回ですね、あの相盛りのチャーシュー麺と、まあ、あとやっぱね王道屋系列の卵まぶしがねほぼ全店置いてあるんで、めちゃくちゃありがたいです。卵まぶしも行きまして、いやあのチャーシューね、あの燻製のチャーシューももちろん美味しいんですけど、あの煮豚のチャーシューも美味しかったっす。味しみ良くて、で結構厚切りなんですけど柔らかくてジューシーで、あの煮豚のチャーシューもねライスと合わせて食べると結構飛べちゃう美味しさ で、そしてスープはねやっぱ王道屋系列らしくビシッとパンチ効いてて濃厚な味わいではあるんですが、結構ね口当たりがまろやかなんで、まあ、石井さんもおっしゃってましたけど結構家族連れのお客様も多いってこともあって、もう奥の方とかねテーブル席3つぐらいありましたから、まあ、そういった家族連れの方でも美味しく食べられるバランスのいい仕上がりではあるんですけど、やっぱそこにねこう王道屋さんらしいビシッとね濃い味の旨味も効いてて、いや個性もありつつ万人受けする食べやすさもあるっていう、いやめちゃくちゃ美味しいスープでした。そして麺は王道屋製の中太麺となってまして、いや石井さんの茹で加減がね抜群で、麺とスープの一体感もありつつ辛みも良くて、あのもちもちとした食感もねすごく良くて美味しかったですね。でやっぱね王道屋グループといえばの、僕はもう卵もちの卵の部分をとりあえずライスガーって一緒に食べて、そっから醤油漬けに行くとあの生姜の酢漬け、そしてマヨネーズでバーっとかけてね、もうあれがやっぱね飛んじゃうぐらい美味しくて、いやスープとかあと海苔と合わせて食べてもね最高の出来栄えでしたね。まあ清水さんとはねいろいろありますけどもやっぱでも王道屋グループのラーメンマジで外さないんで、どこ行っても美味しいし、どこ行ってもちょっとこう違って個性があるっていう、やっぱ唯一無二の家系グループだなといったところで、いや本日も大変美味しくいただきましたね。ごちそうさまでした。というわけで本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。いや本日はですね、家系ラーメン王道石井さん、めちゃくちゃうまかったですね。マジでパンチもあって、パンチあるのになんかこう最後まで飲める、あのスープはねもう本当最高でした。めっちゃ美味しかった。そんだけで皆さんからいただいたコメントを思いますさせていただきます。家系なんてどこも一緒だろ、とりあえずスープしょっぱくしてライスつけとけばいいんだよなってことで、ね、全然そんなもんないからって、マジ結構こういうコメント多かったりするんですけど、どこも一緒ってことはマジでないから、もうとにかく色、いやもう本当でももうな、こうなっちゃうとこの米酢さんみたいな状態になっちゃうと、もう家系ラーメン自体がもう食べたくないみたいな感じになっちゃってるから、もうまあちょっとなんとも言えないですけど、いやこういう方にはねぜひなんか美味しい家系ラーメンの店で出会ってほしいなっていう。まあスルー TV でもね過去にもう何回も家系ラーメンの店もいろいろ訪問させてもらってますけど、ほんとみんな違ってみんないいから家系ラーメン、まあ、しょっぱくてねパンチがあってご飯に合う家系もあれば、こう優しい出汁感の効いたライスがなくても食べられるような美味しい家系ラーメンの店もあるし、チャーシューもね吊るし焼きのお店もあれば煮豚のお店もあれば、まあ、ほうれん草もねほんと国産の生の冷凍しないほうれん草を使っててめっちゃフレッシュなね美味しさのお店もあるんでね、いやなんか家系を全てこう一緒食たりしては欲しくないなっていうところがありますね。やっぱね、それこそ今日訪問したね王道石井さんがめちゃくちゃ美味しいんでね、パンチがあってっしょっぱめなんで結構ご飯に合う家系ラーメンではあるけど、まあ、しょっぱいのがやったらなんか薄めで食べてみるとかね、なんかちょっといろいろこうカスタマイズしてどうにかねこう自分好みの家系に出会ってほしいなと本当心から思いますね。そしてねこの方結構昔からコメントしてくださってる方なんですけど、うわ京都、しかも天天優さん嬉しいです。京都の方なんですかね多分ね。梅田駅の武井さんは京都城陽市が本店です、ぜひ来てください。確かに武井さんの本店俺行ってなかったですよ。ご報告です。何ですか。私すするさんに出会って8年経って念願のラーメン屋さんで働くことが叶いました。いつかすずるさんに来てほしいです。のびさん編集ということで。いや、すごいです。もう動画見始めて8年経って、まさかのラーメン店で、いや、すごいなぁ。まあ、ちょいちょいね、そうです、ラーメン屋さん行って、なんか若い従業員の方、まあ、アルバイトさんの方とかね、いらっしゃると。いや、ほんと、すずるさんの動画見てこのお店で働き始めましたとか、すずるさんの動画見てラーメン屋さんに興味を持って、自分もラーメン屋さんになりたいと思って今修行してますとか、なんかそういう方にね、たまに出会うことがあるんですよね。いや、嬉しいよな、本当に。どうなんでしょうね。どこのお店で働いてるかまだちょっと書くの難しいかもしれないんですけども、もしね、僕がこのコメント
米さんがね働いてる店、偶然にも行った時があったらね、ぜひぜひお声掛けいただけると嬉しいですね。でも本当嬉しいですよね。やっぱこうラーメン業界に携わってる方もね、スル TV を見てくださってて、それこそこの間ね、濃厚豚骨豚味噌を提供するイベントでちょっとやらせていただいたんですけど、まあ、その時もね、ラーメン花月嵐の新宿2丁目店、結構お仕事の撮影で新宿2丁目店も行くこと結構あったんですけど、まあ、そこでね、毎回すごい声をかけてくださる、すごい敏腕なねスタッフさんがいらっしゃいまして、いつもスル TV 見てますすごい声をかけてくださってたんですけど、その方がね、まさかの豚味噌のイベントに普通に来てくださって、そういうのもね、めちゃくちゃ嬉しかったです。今まではこうラーメンを提供してもらう側だったのに、まあ、そんな僕がね、初めて作ったラーメン、濃厚豚骨豚味噌、その店員さんに自ら提供できたっていうのがすごく嬉しくて、まあ、ぜひぜひね、まあ、全国のラーメン店で働いてますスタッフさん、もしくは、まあ、店員さんとかももしかしたら見てくださってるかもしれないですけど、もし僕がお店に行った際は声掛けいただけると大変嬉しいんで、今後ともすする TV なるみラーメン会よろしくお願いいたします。そして新潟県の五大ラーメンに上越地方のラーメンが入っていないのがマジで腹立つ。味噌の味噌ラーメンと大盛りラーメンを入れて七大ラーメンにしたいということ。それもそういう案もありますよね。新潟って一応五大ラーメンっていうの、新潟あっさり醤油ラーメン、長岡生姜醤油ラーメン、三条カレーラーメン、燕系背脂ラーメン、新潟濃厚味噌ラーメン、東横とか、ね、この5つに大体分類されることが多いんですけど、そこにね、それこそ妙高のこの味噌ラーメン、まあ、ニューミサとかその味噌とか食堂味噌とかそこら辺の味噌ラーメンを加えて、さらにまああと言われてるのは、あの妙高の豚汁ラーメン立花っていうお店があるんですけど、立花を加えたりとか、まああとこの大盛りラーメンね、上越豚骨とか妙高豚骨とかありますけど、これを加えたりとか、まああと麻婆麺とかも結構新潟実はね盛んで、あとは担々麺とかも、あともうめちゃくちゃあるんですよ新潟。あと新潟ってもうすぐにあのご当地ラーメンくくりがちっていうね、こういう特徴もあるんですけどね。そう、味噌の味噌ラーメンはね、まあ上越、まあ妙高とかのそっちの方に何店舗があるんで、もうご当地ラーメンと言ってももしかしたらいいかもしれないですよね。まあ、どうなんですかね。やっぱまあでもやっぱ燕系の背脂ラーメンと長岡の生姜醤油ラーメン、この2つはねめちゃくちゃ強いなって思うんですよ。やっぱそのメニューを看板にしてるお店がたくさんあるんで、まあそれはご当地ラーメンだよねって言えると思うんですけどね。大盛りラーメンもねすごく印象深くて、まあここはあのヒカキンさんが昔もこの大盛りラーメンのラーメンを食べて育ったと言われてるお店なんですけど、他になんか上越豚骨って言えるお店がねどんだけあるのかっていうのは僕ちょっとあんまわかんないですけど、あとまあそういう妙高豚汁ラーメン、その立花ってお店のね、1個しかないとやっぱご当地とは言えない、まあご当店って言われるやつね。いやラーメン管理とか言いますけど、ご当店とかって言うんですけど、まあでもご当地ラーメンがあるとね、その地のラーメンってもうそのご当地ラーメン以外のお店もすごい発達するっていう傾向で、佐野ラーメンとか、まあ、北方とか白方とかそういうご当地ラーメンがあるっていうことによって他のラーメンがその県全体で盛り上がるみたいなこと結構あるんでね。まあそう考えると新潟のご当地ラーメンの多さは改めてすごいなと思いますけどね、本当に。そういうわけで本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメントもしていただけると大変嬉しく思いますので、よろしくお願いいたしますということで、ゴソロ。それではするの公式キャッチフレーズ、家系ラーメン王道石井さん、旨味の脳天直撃や脳に黒いさじゃね。